はい、今日は反対からのこのアングル、またまたリゾートワード来てて、今日ねここに行きます。ここです、行ってみましょう。ファンがこうやって出てきてね、はい、メリークリスマス、メリークリスマス、ハッピーニューイヤー、はい、さあ元気、元気、はいはい、まずはチーズとハムのプラッターをね、つまみで頼みました。2000ペソ、これが今日のスープオブザデイ。これはサラダで、サラダフレンチオニオンのスープ。いやいや、サンプリーサーブサラダ、もうこれだけで腹いっぱいないけど、まだまだ来ますよ。え、ウォルフガングサラダ、ウォルフガング、あ、ウォルフガングサラダ、これがウォルフガングサラダ、うまいんですけど、ものすごい量、中にブレッドも入っててね、これだけでもええぐらい、これも食べきれません。ダイバー仲間の会社もここでディナーやってました。グラスワインだけど開けてくれた。わあ、マイグラスニューワン、これテイスト OK な。300ペソのグラスワイン OK。 今の来ましたよ、これ What this? トマホ、あ、これがポーターハウス、ポーターハウス、これでも3人前なんですけど、これポーターハウス3人前で、これがトマホークね、これがこれ14,000ペソ、14,000か15,000ペソ、トマホーク、こっちもなかなかの値段、同じぐらいですね。これ4人で食い切れるでしょうか。いや、トマホーク、ポーターハウス、ミディアム、ミディアム、あー、オッケー、ミディアム、ミディアム、ミディアム、オッケー、すごいです、はい、ミディアム、ミディアム、あ、イエローミディアム、あー、だとミディアムウェア、あー、分けてもらってます、好みがあるんでね、はい、ということです。4人で食い切れるでしょうか。そしてお勘定はいかに、サイドコーン、ピーナッツ、そしてマッシュポテト、はい、これミディアム、いい色が出てますね。これがトマホークのミディアム、はいはいはい、さあお味はいかに。いや、うまい、うまい、うまい、あの味もねついててうまいです。うん、柔らかい、ジューシーで柔らかい、この肉、いや、この柔らかいポーターハウスね。そして今からこれトマホークいきます、トマホーク、これですよ、このジューシー、血が血が、はい、いきます。うん、うん、うまい、ジューシー、柔らかい、柔らかい、うん、いやいや、あのスピナッチもうまいっすよ、これポテトもこれもうまい、うまい、ほんまに柔らかい、これは柔らかいわ。いや、うまいんですが、これ4人でこの量は頼みすぎたかもしれませんが、ハッピーバースデーのグループが2組、すごいですね、ここにハッピーバースデーは、みんなフィリピン人ですよ、すごい。ティラミー、はい、私これ注文、ティラミー、そしてこれでもバニラアイスクリーム1スプーンで、これ、いやいや、このティラミスもまたまたうまいっすよね、口の中でとろけます。うん、スタートダウン、 BGC アイスクリーム見てみましょうか。アイスクリームはどんな感じでしょうか。花了3,800多，哇哦！
あ、うまかった。こんだけ残しましたけどね、こんな感じです。はい、めちゃくちゃなワインが資産やね、これ。はい、ってことでウルフギャングでした。お会計はなんと43,000ペソ、1人大体11,000ペソ、まあ3万しませんね、1人3万円弱っていう感じで、素晴らしいクリスマスディナーをパートナーたちとしましたということで、これで、終わりたいと思います。まあ、だいぶ仲間のね会社も来てましたし、皆さんやっぱり来てますね。はい、いうことで終わります。いろいろ催し物やってるリゾートワールド、あっちこっちで写真撮ってます、みんなあっちこっちで。